まずは動物の紹介をしましょう。ステージの上、私の目の前にいるのがカリフォルニアアシカ、そしてどんどんと上陸をするのがゴマクアザラシです。ゴマクアザラシ、よくゴマちゃん、ゴマちゃんと呼ばれるため、そのままゴマアザラシと覚えられがちです。模様という意味のクという文字がついているので、正しくゴマフアザラシと覚えてください。先ほどの解説で紹介したコドを含め、マリンサファリで飼育を行っている動物、体には共通点があります。形や大きさは少しずつ違いますが、4つの足すべてヒレのように発達をしているという点です。こういった特徴を持つ哺乳動物のことをヒレ足類、もしくは飛脚類と呼んでいるんです。ヒレ足類、大きく分けて3つのグループに分けられます。アシカの仲間、アザラシの仲間、そして当館にはいませんがセイウチの仲間です。セイウチは大きな牙が特徴です。比較的見分けがつきやすいですが、さて、アシカとアザラシ、皆さんはしっかりと見分けることができるでしょうか。体の色や模様、全然違いますが、実はアザラシだけでも世界には18種類います。種類ごとに色や模様が異なるため、体の作りや動き方を見て見分けることができます。まず、前足の大きさを比較してみましょう。アシカはとても大きく発達しています。アザラシはあまり大きくありません。ずっと体を持ち上げているということができるのはアシカです。体を持ち上げた状態で動くことができるのがアシカの仲間の特徴となります。対してアザラシ、ずっと体を持ち上げているということはできません。基本的には寝そべった姿勢、移動をするときには全身の筋肉を使ってイモムシが這うような動きをします。2つ目の見分け方、泳ぎ方の違いです。トドの解説でも少し見ていただきましたが、アシカの仲間は大きな前足を動かします。アザラシは後ろの足を動かします。餌が終わったことでどんどんと水中へと戻るので、その際に改めて泳ぎ方、比較をしてみてください。そして3つ目、耳に注目です。機能としては水の中と水の外両方でしっかりと音が聞こえます。アシカの耳、いわゆる耳たぶのような出っ張りがあり、アザラシにはありません。アザラシの耳はただ穴が開いているだけなんです。以上紹介した3つのポイントが主な見分け方となります。ぜひ皆さんも覚えて、いろんなところで見分けてみてください。ちなみに先ほどから紹介している足のこの大きな前足、中の骨、どのようになっていると思いますか？イメージしづらいかもしれませんが、実は5本の指のようになっているんです。私たち人間とは形が少し違います。アシカやアザラシの祖先、陸上を歩いていた時期があります。水中での生活に適応した現在でも骨にはその時の名残が見られるんです。与えている餌、皆さんも
聞いたことがあるかもしれません。ホッケという魚です。同じ動物でも体重が食べる量がそれぞれ異なります。1ヶ月に1度体重を測って、それに合わせて毎日餌を測って与えているんです。食べ方はどうかというと、必ず頭の方から食べます。丸の身なので尻尾の方からだと魚のヒレや鱗が喉に引っかかってしまう恐れがあります。自然界では生きた魚を追いかけて捕まえます。いろんな方向から加えることも多いですが、そういった時でも必ず向きを変えて食べているんです。餌の食べ方、動物の種類によって様々です。興味がある方はそういったところにも注目して観察をしてみてください。それでは短い時間でしたが、解説これで終わりとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。